恋をする。中学生時代みたいに心が乱れるんだ。眩しすぎて出会った時から君が見えないよ。素敵さ。はい、というわけでですね、はい、そもそもアキの大収穫祭、アキの三大収穫祭第2弾ということで、コムゾーン未来日記いよいよ未来の日記、はい、いよいよもう今日デートですよ。継続プロデュース初デート、ね、はい、ということでですね、やってまいりました。関西臨海公園、そうなんですよ。もう新刊でね、これは本当にこれでもやばいですよ。やばいよ、そんな人いると思わなかった。こんなデート日和ないよ。年金があって虹かかってるべ、やばい、虹かかってるべ。持ってきました、未来日記。はい、あの、俺未来日記って見たことないけど、ね、なんか違うんじゃないかってことを言ったんだけど、セットですか。もうあの、僕らの未来の日記はこの中に日記も入ってますし、これを使ってこうしろどうしろって、もうすでに見えてますけど、ちょっと本当だよね、いろんなそれはバトルコンですよね。面白パック、面白デートパック、マジか。はい、じゃあ頑張って、はい、これらかなりの数ってるから、これ何があっても分からないから、ダーンって終わりだな。さあ、今噴水の前で待ってるわけですが、どうでしょうね。だいたい僕は顔も何も分かりませんからね、その人の。どの人なんでしょうか。ていうか、未来日記でこの荷物を渡されてどうしろって言うんでしょうかね。ないね。あー、どうもどうも、白色さん。はい、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。はい、どうも、この度は未来日本のよくぞ参加していただきましたね。ありがとうございます。どうですか、緊張しますか。いや、落ち着いた。どういう言葉が起こるといいのか。繋いで歩いてみたい。あー、なるほどね。他は初なんですね、デート。おー、美味しいものをキャーキャー食べたい。なるほどね。そうか、でも緊張してるから。今日は未来の日記ということで、なんでかこれを渡されました。ここになんかいろいろ入ってるみたいなんで、ちょっと見てみましょうか。はい、なんかこれが出てきましたね、ノートが。はい、ここに多分書いてあるから、はい、ちょっとめくってみましょう。はい、日記じゃねえじゃんな、まず。そうです ね。はい、ラブラブで多少ぎこちなく水族館へ。これ1ページ目ですかね。これ1ページ目。はい、いきなりこんなのなんだ。そうです。じゃあとりあえずやりましょうか、行きましょうか。はい、はい、じゃあ盛り上がっていきましょう。はい、多分恥ずかしいことあるかもしれないけど、よろしく。よろしくお願いします。はい、はい、あの、申し訳ないけど手をつないでいきますか。はい、つなぎましょう。そして関係上、はい、荷物はあなたが持つことになりました。はい、わかりました。あ、なんて呼べばいい名前。あー、どうしましょうか。どうぞ、マユコちゃんにか。はい、マユコ、マユコ。はい、連れて行きましょう。何呼べばいいの。上野ですよ。何がいいですか。じゃあ、ケイゾーンしとく。いいね、うれしくなってきたね。なんか、読めない。会話の中を埋めるためにハーモニカを吹く製造。ハーモニカを吹く。ハーモニカってことはじゃああるってこと、ね、入ってんの。見てみようか、これ。これか。
嬉しい聞かれたら恥ずかしい嬉しいですいや恥ずかしいですね。汗かくわ。